これから発表を始めます。島根県立新治高等学校の池淵優です。表題の通り発表します。よろしくお願いします。発表の流れは、1、背景、2、目的、3、実験方法、4、結果と考察、5、まとめと今後の展開の順に行います。私たちの研究グループは新治高校独自のたたら製鉄の確立を目指しています。その中で私は研究で行うたたら操業実験より得られる生成物の成分分析の方法としてキレート滴定法を用い、鋼に含まれる鉄の割合を求めています。まずはその方法を説明します。たたら製鉄による生成物であるケラは、ノロと呼ばれる鉄砕などの不純物が付着した状態にあります。ケラから不純物を取り除いた残りの鋼が鉄炭素固有体であるという単純なモデルを仮定すると、塩酸に溶かすことによって鉄イオンと黒鉛を含む溶液を作ることができます。この溶液をエチレンジアミン4酢酸で滴定し、鋼中の鉄の割合を決定します。エチレンジアミン4酢酸は以降 EDTA と称します。 EDTA と酸化の鉄イオンはモル比で1対1で反応し、キレート錯体を形成します。このようにキレート滴定法を用いることで、滴下した EDTA の物質量から鉄の割合を求めることができます。また酸化の鉄イオンはサリチル酸を加えることで紫色に定色します。ここに EDTA を滴下すると、等量点付近で紫色から淡黄色へと変化します。この淡黄色へと変化した時の EDTA 量を終点としますが、目視によって終点を判断すると、同一サンプル内でも結果にばらつきが生じてしまいます。これは目視という主観的な方法に問題があると考えられます。そこで昨年、私たちはより客観性が高い測定方法として透過度を用いることにしました。写真は私たちが製作した透過度測定装置です。この装置は右下の図のように、レーザー光をサンプルへ入射、透過光をフォトダイオードで検出し、起電力を測定する仕組みになっています。レーザーは赤色650ナノメートル、緑色532ナノメートル、紫色450ナノメートルの3種類を設置しています。また測定室内はバックグラウンド軽減のため、光の反射や侵入を防ぐよう黒色に塗装し、外から黒色のゴムパッキンで遮断を行いました。透過度はサンプルの透過光による起電力を V、水の透過光による起電力を V0 として右上の式で求めました。測定後の処理としては、透過度の常用対数を取り、吸光度を求めます。吸光度はモル吸光係数を比例定数イプシロンとして、濃度 C と経路長 L に比例するというランベルト・ベールの法則として知られています。EDTA を滴下しながら透過度を測定していくと、左のようなグラフが書けます。また縦軸を吸光度とすると、右のようなグラフになります。私たちは吸光度グラフの交点から滴定の終点を求めています。図の EP が終点を表しています。この測定はフィルターを用いずに測定を行ったものです。透過度は滴下量が 0ml の時点から 0.8 を超えており、ほとんどの光が透過していることがわかります。光の強度が強すぎることで変化を詳しく捉えることができていない可能性があります。一方、フィルターを用いて測定した場合です。フィルターを用いる際には、水の透過光の起電力が3色とも 60mV になるように注意しながら測定を行いました。赤色は基準を整えることができましたが、緑色と紫色は光の強度の制御が難しく、基準をきちんと整えることができなかったため、グラフのように
法則性を見出せない結果となりました。私たちが製作した透過度測定装置にはレーザー光の強度が強すぎて光がほとんど透過していることと、光の強度を落とそうとすると基準となる起電力が整えることができないという2つの問題があります。したがって本研究では自作した透過度測定装置の光の強度を制御するための方法を検討することを目的とします。実験方法です。まずはフィルター製作をしました。フィルターは3種類作り、1つ目がアルミ板に1ミリメートルの穴を先行したもの、2つ目が金属メッシュフィルター、これはステンレス製で120メッシュのものを使用しています。最後に3つ目が2枚の偏光板を組み合わせたものです。これらのフィルターを用いてスライドのような実験項目を設定し実験を行いました。実験1では基本情報を取得するための実験として、電源電圧とレーザーに流れる電流の関係を調べる測定と、電源電圧とフォトダイオードの起電力の関係を調べるための測定をしました。実験2ではアルミ板に先行した直径1ミリメートルの穴を通過させた時のフォトダイオードの起電力を調べるための測定、実験3では金属メッシュの枚数とフォトダイオードの起電力の関係を調べるための測定、実験4では2枚の偏光板の角度とフォトダイオードの起電力の関係を調べる測定を行いました。実験結果と考察に移ります。まずは実験1について、電源電圧を横軸、電流を縦軸にとると、どのレーザーでもある電圧を境に急に電流が増加することがわかります。物理の教科書に掲載されている半導体ダイオードの電流電圧特性のグラフと同型と考えられます。その後飽和値を迎えたり減少したりしているのは過剰電流が流れないように回路が組み込まれていると考えられます。一方下の縦軸にフォトダイオードの起電力を取ったグラフも、ある電圧を境に急激に起電力の値が増加し、その後飽和値となっています。今後装置の継続的利用を考えたときに、電源電圧を変化させずに3つのレーザーを使うことができる方が便利であるので、この後実験2から4では起電力が飽和している 3.0V の電圧で実験を行うこととしました。続いて実験2の結果です。レーザー光のスポットは直径 1mm よりも大きく、 1mm の穴を通過させることでどのレーザーでも起電力を小さくすることができました。ただしこの方法はレーザー光と穴を一致させるようにフィルターを製作することが難しいという問題があります。次に実験3の結果です。横軸に金属メッシュフィルターの枚数、縦軸に起電力を取っています。どのレーザーでも金属メッシュの枚数を増加させることでフォトダイオードの起電力を大きく落とすことができました。ただし設置の具合によって起電力の値が変化してしまうという問題点があります。特に枚数が多くなるとばらつきも大きくなる傾向にあります。最後に実験4の結果です。横軸に偏光板の角度を、縦軸に起電力を取っています。偏光板の角度は0度の時に透過軸が鉛直方向に一致するように作っています。赤色と紫色のレーザーでは角度を大きくすることで起電力を大きく落とすことができ、透過軸が直行するときには1ミリボルトオーダーまで落とすことができています。一方緑色のレーザーについてはグラフは変化が分かりやすいように縦軸の原点を550ミリボルトにしています。偏光板の透過軸が直行する90度においても20ミリボルト程度しか落とすことができていません。緑色のレーザーはもともと強度が大きく、2枚の偏光板では十分に減光できないということが分かりました。まとめに移ります。
まず今回の研究は磁石透過度測定装置の光の強度を制御するという目的で行いました。成果としては一種類のフィルターでは十分に現行できなかったり、フィルターの設置具合に影響を受けたりと課題はまだまだたくさんありますが、何種類かのフィルターを組み合わせれば安定的に強度を落とすことができる可能性を感じることができました。今後は実際に測定に用いることができるようなフィルターを検討していきたいと思います。参考文献等はスライドの通りです。また本研究は公益財団法人中谷移行計測技術振興財団より助成を受け実施されるものです。ご助成に際しまして御礼申し上げます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。